麻雀遊戯王。さあ、のこさん、はい、本日のお宅の前までやってきたんですが、いや、遠路はるばる、はい、マリーランドまで、はい、タクシーと電車を使って、はい、マリーランドってタクシーで来れる場所にあるんですね。来れましたね、はい。そしてその噂のマリーランドということは、はい、ここに住んでいる方はどなたなんでしょうかと、RMU 所属の、はい、天宮、はい、塩宮天音プロですね。本当失礼しました。白宮天音プロの、はいはい、塩宮天音プロですね。お宅にやってきました。はい、でございます。なんか今日はスペシャルゲストもいらっしゃるようで。そうですね。麻雀遊戯王文語散歩お宅訪問初の、はい、彼氏付きで。出た、カレピ。カレピッピがいるということで。私もどうなるのか一日今日。アイムスに潜入ですね、今日は。はい、存分に味わいたいと思います。いいですね、行きましょう。こんにちは。あ、こんにちは。なんとカレーピッピが先に出てきました。よろしくお願いします。本日よろしくお願いします。カレーピが先に出てきたんですよ。はい、はい、RMU の阿部です。よろしくお願いします。阿部隆則プロです。そして、はい、塩宮天音プロです。よろしくお願いします。さあ、今日は取れなく十分もう十分ですよ。もうドア閉めて帰れます。まあ、せっかくなんでね、せっかくなんで、マリーランドにお邪魔したいと思います。はい、お邪魔いたしましょう。すいません、失礼いたします。よろしくお願いいたします。いや、すごい可愛い。いや、そうですね、このね、カービィがですね、麻雀牌を、あ、そう、国士無双を履いてる、はい、入ってるですね。いや、もう麻雀プロならではの玄関でね、玄関ですね。先コーナー、先コーナー、麻雀先の展、なんか展示会っていうかカフェみたいなのやってて、へ、はい、コラボグッズみたいな、すごい、なかなかドキドキした。え、ワンちゃんのお名前は？あ、ワンちゃん、霜降りちゃんです。霜降りちゃん、お肉の霜降り、霜降りちゃん、霜降りちゃん、なんで霜降りちゃんにしたんですか？ヤマメロが霜降り肉が好きなので、いやだ、大好物の名前ですね。大好物なので、はい、ウニちゃんもいます。え、何ちゃんですか？ウニちゃん。ウニちゃん。あ、じゃあそれはアマメロちゃんが好きな、はい、お寿司のネタ、ウニが好きだからウニちゃん、はい、かわいい。あ、ごめんね、ごめんね、ごめんね。じゃあ、いいですね、はい、早速。めちゃくちゃ綺麗なんだけど、インテリアが、え、これもう全部アマメロちゃんが、はい、そうかな、全部そう。え、だって阿部さんの趣味ですか？違う。違いますよね、うん、ではないですね、はい、分かって、マイメロちゃんなんですよね。本当だ、あ、本当だ、マリーランドの住人の、マリーランドだから、でも時計とかさ、はい、インテリアがいちいち可愛いもん。え、ここに毎回こんな熊のぬいぐるみ置いてるんですか？これ、あの、ティッシュなんですよ。あら、ティッシュボックス、熊ティッシュボックス。え、じゃあここで普段は2人でおくつろぎになられる場所、しもちゃんと大体3人よね。あ、霜降りちゃんと3人で、はい、霜降りちゃん、よかったね。あ、霜ちゃん、あの、インテリアがすごい綺麗に、はい、まあ、もうずば抜けてるんですけれども、なんか異次元の方に、はい、あまりにも綺麗で、はい、掃除もなんかしっかりされてますよね。そうですね、行き届いてる感じが。掃除は好きかな、なんか荒探しするところもないんですけど。いや、してもらって大丈夫です。あの、あら、まあ、荒探しするところというか、あらゆるところが気になってどこにしていいかわからない感じもありますよね。そう、はい、いや、なんか、はい、アマメロちゃんってなんか結構こう見えて、はい、いいものばっか持ってません？そんなことないです。あれ、アマメロちゃん、でもなんか、はい、すごいしっかりかされてますし、なんでしょう、イメージと全然違う感じがしますよね。小物とかもちゃんとトレンドを抑えてますよね、はい、え、だってさ、実はこれ持ってる人とかさ、はいはい、これジェラートピケが、はい、マリオとコラボしたやつなんですけど、はい、めちゃくちゃ人気ですぐ売り切れちゃったんですよ。そうなんですね。さすがのぶさん、こういうのとかを、はい、なんかこんなね、さりげなくこういうところに置いててさ、はいはい、しかもこれを目立つわけでもなく置いている。別に見なくても、あ、しもちゃん、しもちゃん、なんかすごい、まるで私みたいな、そうですね、ワンちゃんが、はい、可愛らしい、可愛らしいワンちゃん、ずっと私についてくるんだけど。そう、多分ですね、行き別れの姉だと思ってる。見つかってよかったです、はい。お食事されてるところですか？はい、2人で、はい、あの、なるほど、意外とあれですコンパクトな収まり方。あ、でもやっぱ生活感はちゃんと溢れてますよ、カッコン糖、カッコン糖、あれだ、それが毎日飲んでる、はい、まあちょっとやっぱね、こんなにもピンク基調の部屋で唯一の青が登場しました。ここで
ごい。ここにこれお写真もねあっていいよね。綺麗な、はい、キッチンも本当に可愛い。はい、キッチンまでピンク基調っていうのはあんまなかったですね。そう確かに今まで。そう、しかもなんかピンク基調のキッチンの子も過去にいたんだけど、うん、女流プロで、はい、大体みんななんか100均のピンクのお玉とかなの。なるほど。ここはもうしっかり、はい、ほら、はい、マイメロディーで揃えたりさ、はい、炊飯器ハートだよ。ちょっとわっ、え、こんなハート型炊飯器、こんな炊飯器見たことある？ハート型ですよ。炊飯器ハートってやったら出てきて、はい、まずアマゾンで炊飯器ハートで検索しないんですよ。検索しないもんね。炊飯器で検索ですから。でもしっかり、はい、あそこ調味料は現実系、はい、でもしっかりね、はい、お料理されてる、はい、安心する一角ね、ありますね。なんかでもちゃんと可愛いのにしないとやる気出なくて。なるほど。あ、自らのモチベーションを上げるためにもっていうことですね。見てください、こんな綺麗に収納されてますよ、はい、あ、しっかり。ここペットコーナーですね。うんうんうん、あ、本当だ。霜降りちゃんとウニちゃんですね。はい、ペット収納上手ですね。見た目とは全然。見た目だってもうどう見ても、まあ、はい、あ、正直アナメロちゃんってめっちゃお部屋に住んでるイメージですよ。やだまあ、そうですね、勘違いされそうなイメージはありますよね。一気に好感度アップですよ、はい、天メロちゃんの。天メロちゃんの超しっかり者の一面が出てくる感じします。こんなに綺麗に収納されてる、はい、ドーン、ね、あんまって言いながらもこの感じっていうことですかね。そう、はい、冷蔵庫、あ、ありましたね。冷蔵庫行きましょうか。見てください、こんな、はい、うわ、なにこれ、自己満の世界に浸ってんじゃん。もう隣にいるのに。そう、常にいるじゃん。ですよ。これはあのどういうタイミングで写真が増えていくんですか。そうそう、このチェキをわざわざさ、はいはい、あ、なんか、はいね、はい、これとこれ以外は、これとこれに住む前に撮った写真を、はい、なんか今チェキで現像できる。あー、なるほど。要は付き合う前の2人を、はいはい、撮って、なるほど、はい、ラブラブなんですね。ね、すごい綺麗。綺麗じゃないと思います。なんかチョコパイが大量にあるっていう。待って、バターもこんなちょっといいやつ使ってんの？あ、バターですか。四つ葉バターですね。ママがこういうの買ってくるんで結構。お酒は。これは甘めろ用ですね。え、甘めろ用なんですか？安倍ちゃん用。安倍ちゃん用じゃなくて。安倍用あれです。黒霧島。なんと急に漢字3文字。なんと、はい、あら、すごい綺麗に冷凍されてるじゃないですか。冷凍のものをね、ちゃんとね、お弁当用。なんだこれ、やばい。はい、どうしました、はい、トイレってわざわざひらがなでやる？え、本当だ、優しい。ひらがなじゃなきゃ読めないの？ひらがなで一緒に作って。いや、わかるよ、そこじゃないよ、今突っ込んでるのは。私が今突っ込んでるのは違うよ。なんでひらがなにしてんのかってことだよ。やばい、イライラする。もし読まれたら、ちっちゃい子、あ、子供がね、読めるかもしれない。なるほど、天メロちゃんはね、はい、常にね、散歩先を見てるんですね。見てますね、はい。あ、すごい、お手洗いめっちゃ綺麗。いや、綺麗、はい、でも結構、はい、あ、お手洗い。だってわざわざトイレのこういうところになんかこんな、ね、これ汚くなるだけじゃん、こんなところにぬいぐるみを人形置いたら。これね、ポッチャマがいっぱいいますね。ポッチャマか、でこんなにさ、水回りにさ、はい、こんなさ、フィギュア置いたら汚くなるじゃん、はい、ここ使ってないでしょ、この水回り。でも結構なんかそれ、阿部さんがなんかこう可愛くしたいって言ったら、はい、こうしてこうしてこうしたらいいよって手伝ってくれて、はい、これ阿部さんのアイディアなんですか？結構そうだよ、トイレの。結構普通にそれみんなやるでしょ。やらないか。いや、初めてです。いろんな男方も言ってるけど初めてです。これはもう安倍さんの隠れた才能が発揮されてるってことですね。いや、不思議なの、安倍さんがめっちゃ好きなんです。巨乳だから。あ、巨乳だから、ね、安倍さん巨乳好きなんですね。そう、だから天メロはタイプじゃないらしくて。あ、天メロちゃん巨乳じゃないんですか？いや、もうどんどん小さくなる一方。どんどん小さくなる一方。不思議。でもね、はい、こんなラブラブなんですからね。いや、本当ですよね、ラブラブで。プロですね、はい、めちゃくちゃ綺麗に整頓されてますね、ほら。ごめん、洗面所。ねえ。いや、そんな綺麗じゃなくないですか？いやいや、綺麗です。本当に綺麗です。そうかな。お風呂はそんな綺麗じゃないですよ。はい、え、ここは、あれですか？お二人で入られてるんですか？結構二人で入らないと、阿部さんが入らないんで。どういうこと？
入れてあげないともうめんどくさいから嫌だとか言う。お風呂入らないタイプなの？そうタイプ嫌いだから、うん、一緒に入るから入ろうって言わないともう動かないことが多くて。どういうこと？これは後で質問です。ね、こっちもタペストリーがたくさんあって、そうなんですよ、マンションなのに2階がある。どうしたんですか、どうしたんですか。ここがマメロの部屋です。ワンちゃんが入んないようにしてあって。わあ、何わあ、すげえ。え、なんかこう秘密基地みたいな感じ。全然すごい、すげえ、お店みたい。うん、やばいよねこの服の感じ。すごい。いや下の階も十分ファンシーでしたけど、輪をかけてファンシーですね。やばい、2階すごい。ちょっと失礼します。よいしょ。え、でもすごいフィギュアとかこんな置いてるのに全然ホコリがないね。いや、ホコリありますよ。まめに掃除してるんだ。一応してるけど、でもやっぱ溜まっちゃうんで。さ、アマメロちゃんってさ、はい、なんか洋服こういうロリロリ系じゃん、はい、これも実際高いじゃん正直。普通のさ、お洋服買うより、はい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 、小物もさ、ハイブランドで固めるよね、小物。あー、でもそう言うほど持ってないです。いやいや、持ってますよ。私、そう思ってたの、はい、これはね、ちょっと、そう、アマメロちゃんっていい、ね、はい、そう、小物が、はい、ハイブランド使ってるんですよ。ねえ、お財布とかですよね。そう、お財布とか、バッグとか、マフラーとか。やっぱしっかり文子さん、そこはチェックしてたんですね。見てます、見てます。これ何？これは、例えばなんか、なんだろう、それかバッジとかキーホルダーとかストッキー。いらないじゃん、もう。 いらないじゃん。使うんですよ。何いつ使ってんの、はい、使っ、じゃあここにある缶バッジいつ使うの。なんか例えば、なんだろう、え、スマホのぶら下げてるやつにあ、つけようかなって気分だったらつける。なるほど、なるほど、気分ね。その日に合わせてこういろいろと付け替える、はい、はい、これは制服のリブ。なんでいつあなた制服着んの。あ、ここにいっぱいあるんですよ。だからいつ着るの制服。なんか常にそれは着る機会はあるんですか。はい、なんかゲストの時とか。あ、なるほどなるほど。制服着るの。あ、でも普通に出かける時も制服にジャージとか今流行ってるんで、これ全部服です。あ、まないんですけど。衣類。いやいや、十分。え、こんなにあるのに今ここにも入ってるんですか。全部服なんで。え、これもしかしてミスリサですか。はい、ミスリサのキャリーです。めっちゃ懐かしい。私も高校生の時こればっか着てた、はい、リズリさんのキャミソール。このキャミソール、ここの後ろになんか、うん、はい、あ、そうそうそう、ね、チャームついてて、チャームついてて、もうこればっかり。私も、はい、高校生の時は、はい、まあ、アマメロちゃんみたいな、はい、なんか全身リズリさでピンクと白のブーツ履いて、はい、マリーちゃんの猫耳つけてみたいな。あ、そうなんですね。むかつきますね。なんで、はいはい、気にしないで、気にしないで。気にするよ。気にしないで、大丈夫です。はい。はい。マイメロちゃんとコラボしてるよ。見えてよ。あら、かわいらしい。かわいらしいですね。あ、これもゴムなんで着ます。着れねえよ。ちょっと、マリーランドで暴言はやめてください。ごめんなさい、ごめんなさい。けがれます。すごいね、うん、この椅子もこんな真っピンクでさ、ピンクですね。キーボードもこんな真っピンクでさ、はい、ピンクですよ。はい。この子が推しの子で、佐久間真由ちゃんって言って、はい、でマイメロちゃんとコラボし、まあ、どうでもいいと思うんですけど、はい、マイメロちゃんとコラボします。マイメロちゃんはね、誰もそうなんですよ、はいはいはい、このタペストリーです、ね、でも今私のあれ返答になってないんだけど、これピンクでピンクでみたいな言ったら、はい、この人の紹介されたんだけど、そうですね、推しを、おもむろに推しを。え、これはわざわざやっぱ探してピンク色の。あ、そうですそうです。統一されてますね。いや、ここまで統一されてると本当素晴らしい。素晴らしいですね。褒められてる、ちょっと。いや、私過去一番だわ。嬉しい。このお宅が過去一ファンシー。インテリア、インテリア感。だってよかった。100点。よかったね。うん、素晴らしいお家です。何がやっぱすごいって、やっぱここに溶け込む安倍さんがやっぱすごいです。もう違和感がないですもんね、もう安倍さんがって。そうだよね。あ、じゃここが噂のハイブランドバッグたちが混じってる。あれ、帽子も。あ、帽子もありますよ。ハイブランドばっかりではないですよ、全然。待って、はい、ねえ、待ちます待ちますよ。え、はい、これさ、はい、全部ミュウミュウのバッグなのここ。え、ミュウミュウのバッグ。え、ミュウミュウが本当好きで。めっちゃある、めっちゃある。いや、でも、はい、普通一個やん、この色で一個やん普通。いや、なんかこの色新色だとかなんかどんどん出て。あ、でももう全然。え、誕生日とかに買ってもらうみたいな。誰に？これはこれはもうマリーランドのどこかには金山がないと採算合わないですね。
こんなにミュウミュウのバッグ置いてある人います、はい、今までこれだけ服があるお家もなかったですし、うん、まあ小物に関してはもうこれはるかに他の人たちを凌駕する量ですね。え、待って、はい、あれどうしました、ここもこのリュックもミュウミュウだ、2つ、あらミュウミュウ大好き、色違いで目ざとい色違いで持ってるんですか。あ、そう、色違いで欲しくなっちゃうんですよ全部。え、これもあれ3色とか、え、これもあれですか、はい、バックバックバック、ママかパパに、あ、だいたいそんな感じ。帽子だって、はい、グッチ、グッチ、バレンシアガ、はあ、グッチ、ビトン、グッチ、グッチ、ビトン、なんですかこの家は、すごい。いやでもやっぱお金持ってないと、ね、ここまで、はい、綺麗にコーディネートできないんですよやっぱ家って。何の、はい、行きましょう行きましょう。愛の末、はい、愛の末、おー、いよいよこちらも。あららら、かわいい、徹底されておりますね。はい、ずこ、ね、年中イルミネーションがこうある感じですねこれね。はい。安倍さんの下着。安倍さんの、そこは安倍さんの下着もありますから。安倍さんのパンツ見たらしょうがないです、ね、視聴者の人たちは。はいはい、お、やっと来ました。やっと来ました。文ちゃんの下着チェック。はい、わー、じゃあ、なんかいろんなものありましたけど、ここはもう本当に。アマメロちゃんのですね、表情をお楽しみくださいということで。でもなんかあんま可愛くないんですよね、多分下着。これは可愛いかも、これ。でもなんか、はい、なんかすごいお金持ってるから、はい、パパとママが。はい。ちゃんとね、はい、めちゃくちゃ泉さんが着てるようなシルクみたいなブラジャー、はい、つけてるのかと思ったら、はい、市販の、うん、2,3,000円セットよりも、はい、ちょっとランクが高い 6,7,000円のブランドのものを使ってます。なるほど。あ、でもちゃんとしたブランドのものはちゃんとご使用されているということですね。いや、え、そうですか。そうじゃないですか。ピーチジョンですよね。あ、ピーチジョンとか。あ、ピーチジョン有名でこのブランドですよね。なんかもう大きくなる見込みがないので、可愛さ重視で。でも、はい、サイズカップ。あ、違うんです。それはもう過去の栄光で、もう今はガバガバなんで買い替えようと思ってたんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ、え、しぼんでってるんですか。しぼんでってる。さっきもね、おっしゃってましたよね、しぼんでってる。あ、でもまあ、色は皆さん想像した通りこんな感じの色なんで、あ、まあ、基本こういうね、ファンシーな、はい、ファンシーな色でありますよということですね。ぶんちゃんの、はい、これの枕の匂いチェック。あ、チェック。じゃあ、すいません。はい、あまめちゃんの方いきますか。あ、はい、よだれの匂い、はい、生活感あふれる匂いマリーランドに、マリーランドに生活感、しっかり、はい、寝汗の匂いが染み込んでいる。あ、なるほど、ま、それがね、はい、寝汗なのかわからないですけどね。やめてください、匂わせの。何の汗かわからないですけど、寝汗です、寝汗です、何かわかんないです、ね、寝汗ですよ。ここに青色のパジャマがあって、はい、パジャマが、はい、ひどいんですよ。どうしたんですか。はい、さっき文吾さんおっしゃってたヨッシーのやつ、うん、はいはい、ジェラートピケのコラボのやつですね、はい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 、これ着てるんですけど、はあ、はい、めっちゃすごい。これなんだと思います。なんか、なんですかこの汚いシミ。そう、この汚いシミ、このヨッシーの、はい、え、何これ、めっちゃ気に入ってるのに、この汚いシミがついたんですよ。はい、はい、つけられたんですよ。これなんですか、ある男に。これどうしたんですか。一人しかいねえじゃん。ある男。まあまあ犯人はまだ分かんないですけど。え、ま、間に合わなかったからって言われて。ちょっと待ってください。ちょっと待って。ね、待って待って。何を聞かされてるの本当に。はい、はい、ここに出します。いや、そこじゃない。ね、あ、私は、うん、私が今一番驚いてるのは、はい、カメラが回ってるところで、はい、そんな話を聞いてくださいよって。そうですね。出してきたアモメロに驚いてる今私は。信じられない、信じられないエピソードとして聞いてほしかったってことですよね。だってこれめっちゃ可愛いんですよ。可愛いですね。でもさ、落ちないんだね。そう、何回洗っても落ちなくて。濃いんだね。そう、安倍さんが。え、でもこんな大量に普通。確かに私今普通に触ってるけど、これすべて安倍さんの子孫たちだったと思うと。そうそう。普通こっち。ああ、いや、それもすみません、その常識もよくわからないんですけども、わかんないですけど、はいはい、安倍さんが、はい、何が間に合わなかったのかわかんないですけど、はい、間に合わなくて、はい、ここにハイドロポンプしてしまったって感じですね。そうそうですね、放充しちゃったわけですね、ここにね。なるほど、はい、なるほど。それをちょっと根に持ってて、なんか春物のジェラードピケの意識は買ってもらえることになったんです、はい、そうしてジェラードピケが増えていくのでしたという。買ってもらってください。いろんな仕組みがわかりましたね。すごいね。すごいですね。え、これあれですか、
安倍さんの通勤バッグ、ここに来て、ここに来て急にバッグ待ってこれ普段から、はい、今日仕込みですかこれ。普段から付けさせられる、このパパですね、パパ、このキーホルダー、そう作ったんです一緒に。え、職質されないですか、物騒なもんではないですよね確かに確かに、はいはい、え、すごい、ここ見たいね。ちょっと確認させてもらいます。あ、でもなんか一気に現実に着物される。ここそうですね、でもしっかりとスーツが揃えられていて ね、揃えられていて、よかった、素晴らしいですね。さん、これの匂い嗅いだ方がいいと思います。なんで今日の朝まで着てた、はい、誰のやつ、なんでさ、私に嗅がせるんですか。いいですよね。そうですね、文ちゃんの師匠の匂いチェック。うわ、汗臭い。やだよ、待って。だってさ、彼女がさ、はいはい、汗臭いってさ、はい、言って嫌な顔してるのにさ、はい、赤の他人の私だったらさ。でも、仲良しだから、はい、そうですね、絆はあります、きっと。かなり汗臭いんで、ここを変えた方がいいと思います。ああ、本当ですね。この仕事を始めて早3年。3年、そうですね。3年。長いこと。上って。上って。はい。ちょっと行ってみます。一回ちょっとだけ。いや、マジで臭い。私一瞬本当に出ちゃったんだけど。そうですね。今までで一番の、一番。ちょっと待って。これは、待って。安倍さん、本当にすみません。本当申し訳ございません。みんなもっとやばいんです。やばい。ちょっと待って、ピンク一回カメラを止めて、一回ほんと嗅いでみて、お願い、ほんとこれだ、これはダメ。ピンクリアクション、あ、こうやって持ってきましょうか。そう、嗅がせて。あー、上野の匂いする。でしょ、やばいよね。ダメさ、めちゃくちゃ臭いですよ。ほんとだ。ほんとだじゃない。ほんとだじゃない。すごい汗かくんだもんね。だから耳はこんな日じゃないんですよ。やばいですね、本当に火じゃない、ね、後で潰して、なんで、ねえ待って、私のこと嫌いなの。あなたはさ、さっきからさ、本当にさ、嫌いとしか思えないよね。そうですね、これ切れますよ。なんかそうですね、まあいろいろと、まあおもてなしが過ぎるのかもしれない ね、おもてなしがね、話しやすいから、調子に乗っちゃってすいません。いやいや、ありがとうございます。サービス精神旺盛にありがたいですよ。向子さん、ここで朗報があります。はい、回しすぎて充電が切れそうです。嘘、はい、じゃあ一回後半戦、そうですね、ちょっとまだまだちょっと長くなりそうなんで、はいはい、次はじっくりお二人のことを聞きたいと思うので、はいはい、後半戦に向けて充電をしますので、はい、ので皆様お待ちください。お待ちください。じゃあ俺が、はい、この宇宙の中で一番好きなのは、はい、傷つくことなど